この番組は、内山安藤のちょっと立ち話しなイと e w a ブの提供でお送りします。内山安藤のちょっと立ち話しないと皆さんこんばんは、内山司です。こんばんは、安藤瑞稀です。 この番組は気づくと駅前で2時間立ち話をしている2人が EWAVE を利用していつでもどこでも立ち話しないとという夜テンションおしゃべり番組です。ちょっと立ち話しないと第62回が始まりました。イェーイ前回、はい。かさちゃんの舞台のお話をいろいろお伺いいたしました。舞台のギンズのね。 ああ、そうだ、そうだ、そうだ、うんうんうん。おつかさちゃんのそのまあね、えっ、ー、と、推し活の話を聞きまして。で、私のね。はい。話もね、じゃあこう、右下の話をね、ちょっとね、させてもらいましてね。そうですよ。はい。えー、あれから私はずっと右下くんを見ています。うん。なんかあの、あれなんですよね。アプリゲーム、まあいろいろやってるけど、ぶっちゃけずーっとやってるアプリないんですよ。うんうん。なんか、もう本当に、もう毎回毎回すべてのイベントを走ってみたいなアプリは、正直なくって、 右下もそうなのね。だから、あ、このイベントいいなっていう時にちょっと戻ってくるくらいの、まあ割とライトな層なんですけれども。はいはいはい。ライトな層なんですけど好きなんですみたいな感じなんですよね。うんうんうん。この話していいですかいやーもちろん。それだって、今回の。 あ、今回その回ですかあそうです、そうです。あー、前回でおっしゃったように、今回が本当にその右下回という解釈でよろしいでしょうか大丈夫、大丈夫。よろしいんですか <laughs> これはね、さすがに15分ではとてもで語りきれないところなんですけども、とりあえず時間がもったいないので、<laughs> このまま、はい、早くいきたいと思います。それでは私たちのグドートーク、はい、この後も引き続きお楽しみください。お願いします。内山安藤の、ちょっと立ち話しないと。 さて、今回は、アイドルマスターミリオンシアターさんの話についてになるんですけれどもですね。魔を持して。これ、ちょっとね、話がね、難しいんですよね。この回をいつかやるということで、こう、いろいろと考えたんですけれども、話をまとめるのが、マジで難しい。どうしようかなと。はいはいはい。ほらい。 個人でね、こそれぞれのアイドルちゃんの個人のやっぱ良さもあるし、うん、私が前回お話ししたようにユニットの良さっていうのもあるわけですよ。うん、わかりますよ。それは私も。ありますよね。あの、アイドルを推す身としてね。でで要は、ハロープロジェクトをじゃあどうやって説明するかとか、いや、今回美容の話するけど、アンジュルモもいいんですよ、みたいなことだと思うので。そうですね。なんでまあ、まあ、全体でもいいですし、ここっていうね。 私で言ったら、イオンズちゃんのこことか、この人とか、ピンポイントで言ってもいいですし、もうそれはもう、ご自由に、あんちゃんの言いたいことを。ええー、私の見る下とある会は、<laughs> ある日、SNS で上がっていた、フォーラグジュアリーというユニットのライブ映像でした。トゥルルルルルル。 あ、あれですね。あ、そもそもあの右下はあの音楽ゲームのアプリで。はい。で、しかもあの 3D モデルがちゃんとね、あのあって、うん、本人が踊るタイプのやつです。なので、まあ、その 3D モデルが踊ってる映像を見て、あ、これいいなと思って、スッてこうダウンロードしたんですよね。で、そのダウンロードした時に、その私がいいなって思った、そのフォーラグジュアリーっていうユニットのイベントの真っ最中だったんで、うん お、じゃあとりあえずじゃあイベントやってみるかって言って、まあいろいろと始めたっていうのがきっかけなんですけれども、うんうん、このミリシタくんは普通のこの個人のソロのアイドルとは別にユニットをいっぱいあるんですよ。だいたい CD が出てるんですけど、この CD でこういうコンセプトのユニットっていうのを組んでいて、そこに曲が2曲とドラマっていうのが入ってるんですね。うんうん、そのフォーラグジュアリーっていうのは、まあそのユニットの中でも、まあ割とお姉さんユニットと言われまして、うん ストーリー的には、何の特徴もない普通の私が、ある日突然、パーティーに出ることになって、そこで、玉残しみたいな話なんですけど。はいはいきらびやかなこのね、パーティー楽曲がね、すごくいいんですよね。花盛りウィークエンドって言うんですけど。うん、いや、最高なんで、これはちょっともう、どっかでみんな検索して、花盛りウィークエンド検索しておいてください。これあれだね、なんか、ラジオとかだったら、この後、つって流せたり絶対流せたり。<laughs> っていう感じで、まあ私はそこから入り、うん、で、このユニットの楽曲って、このアプリの中ですぐ遊べるんですよ。うんうん、あの、こういう音楽ゲームアプリって、最初一曲開放されて、クリアしないと次の曲が出てこないとか、ある程度のレベルにならないと曲が増えないみたいなのがあるんですけど、右、うん、下の場合は、ソロの楽曲は確かにストーリーを進めないと出てこないんですけど、 そうじゃない、今までのイベントの楽曲とか、っていうのは全部一番最初からもう解放されてるんですね。へ、えー、なんなら、そのソロの曲に関しても、このアイテムを集めれば、ストーリー見なくても好きなとこから解放することができるので、 見始めて、あ、この子の曲今すぐ聴きたい、今すぐ叩きたいってなっても、そのアイテムでポンって開放しちゃえばすぐ見られる、すぐ遊べるようになるっていう、とっても素晴らしいシステムを採用してるんですけれどもい。いいね。なんかその曲はね、私もいろんなリズムゲームやってるけど、うん、大体そうだもんね。うんうんうん そうなのよ。うんうん、あのね、このね、どんどん解放するのが楽しいんだけど、たまにめんどくさいのよね。いや、そう。だし、最初からそこまでのモチベーション持ってくのってなかなか難しいからね。そうなんですよ。うん、そうなんです、そうなんです。で、なおかつほら、これはさ、さっき言ったようにユニットがいっぱいあって、その中で、まあ、多分だんだんもしかしたら推しが見つかるわけですよ。ってなると、じゃあ推しのソロ聞きたいなってなった時に、すぐ聞けないってなったら、やっぱりちょっとそこで気持ちが落ちるじゃないですか。そうだね、そうだね。それがならないのがこちらのミリスタ君です。おー、いいね。 回し物、回し物 <laughs> のような <laughs>。でさっき言ったフォーラグジュアリーっていうのは、右下、うん、なんかいっぱい、なんかいろんななんかあるのよ。なんか、これは天体公演って言って、なんか天体の名前をつけてユニットを作った回とか、あと二人だけのこうのデュエットの CD があって、そのデュエットの曲とかがなんかもう死ぬほどいっぱいあって、わけわかんないんですけど。えー、あ、なんかそういうのってグループ固定とかじゃないんだ。そう、ほぼ固定じゃないんです。あ、え、そうなんだ。 なん,なんかその、例えば、その、固定されてるんだけど、派生ユニットがあるっていうわけじゃなくって、うん、そもそもユニット自体が固定されてないの。そうなんです。へ<ー>そうなんです。じゃあなんかストーリーとかも、そんなになんかじゃあ、一個一個が長くないんだ。割とこう、短編集みたいな感じそうなんですよ。だから私が言ったそのユニットのストーリーも、その CD1 枚で全てが完結します。 私ちょっと右下の中の1置し,しかないのでわかんないんですけど、うんうん、今多分そのユニットの2周目の曲が多分今ちょこちょこ出てきてるところで、ああ、全然違うユニットだけど、でもこの新しいユニットもいいな。うん、まあ、それがオペラセリアきらめき座っていう。なんて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 なんオペラセリアきらめき座っていう <laughs>。おー、かわいらしいお名前で。いやいや、もう、もうあの、この名前からお察しの通り、あの、宝塚モチーフのやつなんですけど。ああ、なるほどね。 はい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 。とか、まあまあまあ、そうやっていっぱいあるんで、楽しいんですよね。<ー>で、私の推しは、その、フォーラグジュアリー、そして今のオペラセリア、キラメキザも、まあ両方とも、まあほぼセンターのような、かおりさんっていうキャラなんですけど、桜森かおりさんっていうキャラをもうすごい好きなんですけど。ちょっと待って、一旦調べていいもちろんです。えー、見ときたい。えっ、ー、と、桜、ん桜森かおりさんです。かおり。 いやでもね、これがね、難しいところですけどね、フォーラグジュアリー、ね、やっぱそれですごい愛してるし、あとこう前回ちょっと言ったグレースノクターンっていうのがあるんですけれども、うん、これはオタクが増えってなるようで、こう吸血鬼物の,の話なんですよ。<ー>で、もうミュージカルなの。ええー、いいね、いいね。そう。このね、グレースノクターンもね、私の中でね、かなり推しのユニットなんで、ちょっと説明しておきますと、うん、バンパイアの、これちょっと難しいんで、よく聞いてくださいね。うん、バンパイアの女の子の格好をした男の子と、 人間の男の子の格好をした女の子が、二人が出会い、仲良くなり、途中で人間の男の子を格好した女の子が、大きな怪我をするんですよ。それによって、女の子が、あ、ヴァンパイアで女の子の格好をした男の子が <laughs>、<laughs> っていう <laughs>、ちょっとま、とんでもないあれなんですけど、あそこでこうヴァンパイアにしてみたいな話になったりするわけですけど、これはね、うん、性癖が歪むって言われるやつですね。うん 今一生懸命その設定をこぼさないように黙って聞いてたんだけど、うん、確かにまあざっくりそのヴァンパイアのね、うんうん、とかなんかそういう系はやっぱり、なんて言うんでしょう、左手がうずくタイプの方は大好きよね。 そうなんですよね。うん、もうそうだからその二人と、プラスです、まあ、敵対するやっぱこう相手がいるわけですよ。この人間のふりをしたバンパイアとかね。<ー>バンパイアハンターとかがね。<ー>でもそのバンパイアハンターの妹ちゃんがバンパイアにされちゃって、うぅみたいなあれとかね。<ー>それがグレースのクターンなんですけれども、<ー>これもね、いいユニットなんですよね。 ーっていう、私の中では、うん、その初期のユニットが結構好きで、うんうん、なんか前言ったシャルシャロっていう、うんうん、シャルロット・シャーロットもその一番最初の初期のユニットのうちの一つなんですけど、うんうん、これがですね、シックスライブのそのユニットがこう、全部楽曲を披露するみたいなライブだったんですけど、うん、それのなんか追加公演みたいな形で、うん、そのユニットだけ、ユニット楽曲だけを集めたスペシャルっていうのがありまして、うん、これを、 今年の、いつだったかなもう数ヶ月前に、一週間耐久配信みたいなのをやって、うん、しかもワンデーとツーデーがあるん二週間にわたって、ずっと流し続けるっていうのをやっておりまして、うんうん、最高でしたね。<laughs> ずっと見てた。<laughs> ずっと見てた。いい,ね、いいですね。あの、本当にね、マジで、あの、シックスライブの、そのスペシャルの、この宣伝動画みたいなのが YouTube にございますので、うんうん 見てほしい。<laughs> ちょっとこう編集されて、こうギュって凝縮されている、30分くらい凝縮されているやつなんですけど、うん、そこに、あの、私の全てがあるんで。<laughs> マジで見てほしい。いいね、でもなんかこう、シリーズものとかさ、まあ、なんかドラマにしても映画にしてもさ、うん、こう、シリーズもの進めるってなるとさ、やっぱりこう、ね、時間がかかっちゃうじゃないですか。アニメだったら、まあ、ま、ね、ワンクールだとしても、まあ、11時間うんうん,うんうんうん。ね、10時間超かかっちゃうじゃないですか。 そうやって考えるとね、いいですね。そうですよ。30分で、うん、だからその、私の言ったユニットの、うん、まあちょっと、一曲のちょっとだけを、こう、聴けるわけですから、それで、あ、これいいなっていうのを、見つけることができたりもするわけなんですよね,いいね。だから、それこそさ、その、そんだけたくさんユニットがあったらですよ。アイドルが好きな人なんかは、もう、絶対に、なんかしらハマるよね、きっと。ハマると思う、ね、絶対ハマると思う。ものがね、なんかしらあるよね、きっと。え、じゃあ、最後に一個いいですかえ、まあ、最後 あ,あ、あ、待て待て待てねいやいや、でもいいですよ。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 いいですね。うんうん。あの、時間をね、見てね。あれかなと思ったけど、まだ大丈夫だったら大丈夫。いや、全然大丈夫じゃないんですけど、全然大丈夫じゃないんですけど、私が言いたかったのは、さっきのミリオンとシックスライブのスペシャルのデイ2の方が、私の推しが割と出ているのと、その中でやっているラストアクトレスっていう曲がマジで最強に強中なので、全員見てください。以上です。メモ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 。ラストアクトレスはマジでいい。 水木ってなるからね。うん、あの、私じゃないんですよ。<laughs> キャラです。いるんです。水木さんで、ね。あ、びっくりした。ぜひね、皆さん、それぞれお好きなね、人をね、見つけてほしいなと思うんですけれども。先ほど、つか、うん、さちゃんがさっき聞こうとしてたの何ですかあ、そう。あのー、最後にいいですか、うん、じゃあ、私、割と、二次元系だと、うん、もう、ロリロリ好きなんですけど、はい、そんな私におすすめなユニットあったりしますかティントミーです。 ティント、ティントミー、もうちょっと待ってね。ね、はい、これ、小学生のアイドルちゃんたちが3人集まってやったユニットなんですけど、<ー>いくちゃんと、 たまきちゃんとももこちゃんっていう三人組なんですけどね。うん、私はその中でね、ももこちゃんがね、推しなんですよね。ももこーええー。でも多分、つかちゃんの好みは。黒髪だね。黒髪でしょうね。多分、いくちゃんだと思います。あのね、私このちっちゃい子がね、ちょこんって結んでるの大好物な、あ、大好きなんですよ。なんでいいんだちょっと、<laughs> あ、ちょっとお口が滑ったなと思って大好きなんですよ。<laughs> かわいい。 じゃあ、これからこの後、つかさちゃんには、いくちゃんの他の可愛らしいユニットなどお伝えするということで、よろしいでしょうかあ、お願いします、お願いします。わかりました。なんか、いくちゃん以外にも、こう、ロリっ子がいたら教えてください。わかりました。他にもまだ。はい。 言いますよ。それがミスしたです。<laughs> 皆さんも精神で悪い声悪い、悪い、悪い、悪い笑顔だ。皆さんの推しが決まったらいつでもメールないし、<laughs> ツイッターなどくださいね。どこリンゴ食べさせられそうあ、もうリンゴの可愛い子もいるですよ <laughs> やばい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 。終わる。終わり。今日はおしまいこれも小学生の子なんですけどおまい。おしはーい。早いですか皆さん調べてくださーい。内山 安藤の、ちょっと立ち話しないと。内山安藤のちょっと立ち話しないと、エンディングのお時間です。この番組ではお便りを募集しています。ちょっと聞いてよではあなたの聞いて欲しい話。そういえばさあでは私たちへの質問やトークテーマ。聞いてみたいんだけどでは番組間のタイトルコールを読み上げるキャラクター案を募集しています。お便りの宛先は EWAVE 公式サイトのちょっと立ち話しないと番組ページにある投稿フォームよりご応募ください。 また、番組公式ツイッターでは放送の総括、今回の一言アップ予定ですのでお楽しみに。その他の情報や企画コンテンツにつきましてはすべてツイッターの方でご案内しておりますので、ぜひ、アットマーク立ちないともフォローお願いします。はい、というわけで第62回のちょっと立ち話ないといかがでしたかいや、面白かったです。し、わかりやすかったとっても。ありがとうございます。そう、なんかふわっとしてた部分が全部クリアにしてもらったんで、あ、そうだったんだっていうことがあったし、あとその、うん、うん、なんだろう、う始めやすそうだなって思った。 あー。なんかこう、やっぱりさ、長く続いてるものってさ、なかなかこう、途中、途中っていうかさ、こう、まあ一年とかね、リリースしてから、ったから始めようとすると、なかなかハードル高そうだなって思っちゃうんだけど。わかる。それでもなんか、 そう、システム的にはもうほんといつでも始められるような雰囲気なので、まあなんかほんと気持ちでいいんで、こうちょっとね、気にしてもらってね、検索とかしてくれたら嬉しいなと思います。いいですそして、うん、そのまま沼に落ちる。うん、<laughs> すぐ、ああ、もう今日すぐ悪くなる。ダン <laughs> <laughs> ちゃんが暗黒面に行く前にね、終わりにしたいと思いますよ。それでは、<laughs> 本日の放送はここまで。 また次回お会いしましょう。お相手は内山つかと安藤瑞ずでした。それでは皆さん、解散さようならバイバイこの番組は内山安藤のちょっと立ち話ないと EWAVE の提供でお送りしました。